1> 楽天1、コウ・ウ・コールド、8オリックス、6日、楽天モバイル・パーク。39分間の中断の末、コウ・ウ・コールド、非常な宣告を受けたオリックス、宮城大也投手は、ベンチで涙が止まらなかった。必死にタオルで目を拭い、中島監督からは肩を抱かれて慰められる。 最優秀防御率のタイトル挑戦 &4 年連続規定投球回数到達の夢は降り続く雨と共に消え去った。球数的にも余裕がありましたし、絶対に規定投球回数をいけた自信、本当にそれしかなかったんですけど、仕方ないで終わらしたくない気持ちはあります。目をつぶるしかないかなと、初回から3回までは三者凡退と会長に飛ばした。 6回3安打1失点、あと1回3分の1を投げれば、規定投球回数に到達し、自責1で2回3分の1を投げれば、ソフトバンクモイネロの防御率を追い抜くことができた。ただ、7回表攻撃中に中断となり、じっとベンチで待ったが、再開はならなかった。5月中旬に左大胸筋の筋損傷を負い、約1か月半、戦線離脱した。 それでも復帰後はハイペースに試合を重ねた。今期限りで退任する中島監督には、こういうことあるんだな。怪我せず追われたことは良かったと声をかけられた。指揮官の思いも胸に、来季は恩返しの投球を披露したい。